吉田さん、マイクこれですね。パカッと開けて、で、なんていうんですか、受信機がちょっと取りにくいんですけどね、こういうのがあって、これは電池がいらない方で、で、送信機、マイクの方がこういう風になって、こうクリップがついてるんですよね。で、これを長押しすると青くついて、まあ作動すると。で、これをこうやって止めるんですよね。で、こちらの方はスマホの方にガチャンってやるんですけども、なんかね、買ってからね、使うかなと思ったらずっと使わなかったんですよ。というのが、撮影するときにいつもこの距離なんで、いらなかったんですよね。でもこの度、カメラに近づいたり、離れたりっていう動作が必要だったんで、試しにね、恐る恐る、これ使ってみたんですよ。なんか買ってから半年以上経ってたんですけども、お、なんか使えるかもしれないなと思ったら、結構いいんですよね。で、これなんとね、ケースに入れると、充電するんですよ。これで。これで OK。で、ここから、このケース自体に充電する。もちろん、中のやつに直接充電もできるんですけどね、これね。で、似たようなやつがこれ。ちょっと一回り大きいでしょ。で、ワイヤレスイヤホンがついていて、これ、耳にかけるパターンですよね、これ。こういう風に。だから、会場までウォーキングしていって、15分とか20分。で、その間はこれ使うんですよ。で、これを外して、会場に着いたら、スマホを設置して、こちらのマイクつけて、で、まあ、いろいろパフォーマンスするみたいな感じですか。で、今日シャドーボクシングもしてきたんですけども、まあ、これつけたままで動けるんですよ。で、自分の息遣いとかね、あとスクワットしてる時とか、この、どのぐらい力が入ってるのかって息遣いで、トレーナーさんに伝わるわけなんですよ。動画で送ると。で、ちゃんと力入れるところは力入れてるし、下手ってるところは下手ってるし、あ、限界まで追い込んでるなっていう、その息遣いがね、このリモートながら、こう伝わっていけるんで、まあ細かい指導ができるってことで、今までそんなにね、必要だと思わなかったこの、リモートマイク。これがね、大活躍ですよ。で、こういったものを3980円で買うだけで、あとはスマホがカバーしてくれるっていうのはすごい世の中だなと思いますよね。うん、だからこのスポーツ系のリモートジムやってる人とか、生徒さんとか、みんな買ったらいいのになと思いますよね。リンクは下からみたいな感じでしょうね。アフィリエイトやるんなら、まあそういうこともやってないんで買いたい人は勝手に買ってくださいみたいな感じです。そうするとまあガジェットをたまに紹介する人みたいな感じでくくってもらえばね、まあいいかなと。ちなみにこれどっちが負担なのか分かんなくなるんで、ペンでこうやって白いこれね、目印してるんですよ。これね、これも同じでどっちが開く方向か分かんなくなるんで、印をこうやってつけてるんですよね。で、プラスチックとかガラスとかにかける白いマッキーがあるんですよ。これを、まあ、200円ぐらいで買ってこう活用してるっていうところですか。だからなんかね、まあ、いろんなもの紹介できますよね。で、そのいろんなものから別のところにもこうスライドできるみたいな。例えば、リモートマイクっていうのがありまして、なぜこれを買ったかっていうと、リモートジムをやってるからなんですって。で、リモートジムはこういうのを使うとすごくやりやすいんで、今まで挫折した人もね、多分今回は挑戦できるんじゃないかなと。で、リモートジムのお問い合わせ先はこちらですみたいな感じで、これを売るんじゃなくてジムを売るみたいなこともできるでしょうしね。まあ、いろいろですね、もう入り口は。様々。いらっしゃい。